はい、どうもワイワイです。さあ本日も始めていきましょう。今日もですね、このトルブリインドから、進んでいきたいと思うんですけれども、今日はね、ここからのスタートですね。早速なんですけれども、なんか敵がいそうなこのミッドランドパトロールかな、ゾーン24からスタートしていきたいと思います。今日はサクサク進めたらいいね。ものすごいおるわ。何デストロイオールテント、テントか。なるほどね。ちょっと待って、これ弓矢、これは斧、初めて見ました。斧が現れました。斧、こう鎌と一緒ちゃう。ほんでこれも斧、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 斧。ごめん、笑ってもらった途中で。まあいいか。とりあえずじゃあ、そうやな、思いつくやつ作ってみようかな。まあちょっとだけね、もしかしたら前回の動画で言ったかもしれないけど、ワイワイが作りたいやつっていうのをスケッチブックにメモしててね、それをちょっと作っていってみようかな。じゃあちょっと一回さ、普通にどういう動きしてくるか見ていい？あの斧がどういう動きしてくるんだろう。うわ、来た。もうあの噛まず一緒やん、こいつ。やっぱり相当強いで。じゃあやばいなこれ。いや普通にぶつかるっていうの、この量無理やろ。立ったんですけど。できた。潰すんです。いやー、流れてると思うよ、産業廃棄物のテーマがね。これ至って簡単。ここに実はね、ピストンを設けてるんだよ。さあ、そのピストンがどういう意味があるのか、それをみんなに解くとご覧あれ。おかしいか、日本語が。いくよ。はい、まず下がるよ。まずね、この前の部分、この前の部分が開くね。開けるよ。よし、はい。ちょっとここのシールドずれてるけど、そして敵がやってくる。そう、敵がやってくるだろ。やってこいよ。ならばやってこい。おら、うれディエ、うれディエ、うれディエ、うれ。潰れてるやん、もう。そうなんです、これはね、剣をここに置くことによってこいつらを踏み潰そうという話だったんですが、わかりましたよ。作り直しますやん、作り直しますやん。できた。風車、ふぅー。いいか、これはね。じゃあ俺これちょっと見てみたい。まずこれね、動かしたらすぐに動いちゃうから、動かす前にちょっと言うけど、ここ回転するのめっちゃ速いスピードで、グーなんね。でここについてんのはピストンで、ここについてんのが粘着ピストン。ピストンを前に出す動きと粘着ピストンで離す動きで、前に出した瞬間に離すことによって前にグーン飛んでいくんちゃうかっていう、まあ、全部一気に射出するんやけどね。あとここにはブレードがついてるから走ってても倒せるはず。いくぞー、ゴー。え、回らないんすけど。ほんまに言うてる。よしかない、やってみるしかない。おいしょ、射出したいね。これブレードなんで意味あんねん、ほんとこれ。クソ、人体的や。ここで放つしかない。いけ、風車よ、いけ。なんでだねんて。おっしゃ、デカプラーにしたよ、ここを。うん、だからデカプラーって本当にまたかっこいいな、響きが。また早っ、ここ。いけ、離せ、デカプラー。デカプラー何離せやっけ。デカプラー何のボタンで離すか分からん。なんかこんなん、いや、これお倒せる、これ。お、ちょっと待って、倒せねえんちゃうこれで。うわ、えらいことなってるやん、もう。これ何、新しい。蹴り上げるっていう、蹴り上げる動きが。わかった、これでいいはずや。これでね、J ボタンやった。うん、J ボタンやった。ちょっとだけ仕組み変えた。いくよー、ゴー。もうちゃんとやれって。わかりましたやん、作り直しますやん。出た、出たじゃない。できた、キャピタン、キャピタンできた。これはね、前にウィキ見たって言ってたけど、そこでもね、一部だけご紹介された作れますよっていうやつを工夫して作ったやつです、キャピタン。キャピタンはね、起動したらちょっと考えなあかんことがあって、ちょっとね、工夫なんですけど、これをちょっとピストンを使ってるからね、ここちょっと広げなあかんね。こう、オッケー、どう、キャピタン。ちゃんと動いてるやろ、キャピタン。ほら、すごないこれ。これちょっと俺感動した、今作ってて。よし、行くよ。さあ、かかってこいよ、お前ら。キャピタンに勝てると思ってんのか。うわ、やばい。おお、キャピタン。おお、これ、え、でもあいつらやられへんねんな。すごいな、これ、ほんまに。でもあいつら倒す必要ないんかな。
キャピタン、ちなみにね、当たり前ですけれども、ちゃんとこうやって動くことできんねん、ほら。そうやろ。まあ、これはあの前までね、ずっと使ってる方向転換を利用したやつなんですけど、あの上のやついけるかな、キャピタン。キャピタン、頑張って。よし、行くぞ、キャピタン、その力見せろ。キャピタン、登れるか、己の壁を、そして明るい未来を築けるか、行った、キャピタン。行った、キャピタン、行ききれるか、その上、その上、キャピタン、行ったー。行けない、しかし行けないって、どないしたえ。どないしたえです、キャピタン。あっと、キャピタンの一部が外れたか、キャピタンの一部が外れた模様。さあ、この檻の兵士たちとの対決となっている、キャピタン対檻の兵士、数十匹。さあ、キャピタン、もう一度チャレンジだ、飽くなきチャレンジ。その探求心、それを見せつけることができるか、キャピタン、登りきるか、登りきれない。これさ、こうやって花火置いて、いきなりさ、もう起爆するよ。始まったら速攻起爆するよ。おお、あかんやん。え、どういうこと、どういうこと、こういうこと、こういうことをしろっていうことを言ってる、もしかしてこのゲーム。あー、なるほど、はいはい、あー、なるほど。これでいけるんじゃん。これやったら、あの上のやつ潰せるってことやろ。キャピタンはあれさえ潰せれば、もう向かうとこ敵なしだから。いけ、うるさ。お、ちょっと待って、みんな、ちょっと新しいこと気づいてん。俺また新しいこと気づいちゃってんけど、初めて見るよ。はい、ほんでキャピタン動かすやろ。これどっち攻撃してくるって言ったら、キャピタンを攻撃してくんねん、わかる。あのスティーブを攻撃してこないのよ。これはうまく使えるんじゃないか。できた、誘導爆発、たくみちゃん、たくみちゃん。これね、一応分離して作ってるんやけど、一応やで、ここでひっつけられるようにはしてる。ただワイワイは普通にこれをこう動かすことができるという。よし、行ってみるよ、たくみちゃん。いくよ、たくみちゃん。オッケー、行った。あ、たくみちゃんの方行くか。たくみちゃんの方行く。あれ、俺の方来るか。いや、これどっちつかずやな。おい、たくみちゃん、攻撃してみろよ、お前ら。お前ら、たくみちゃん、なめんなよ。おら、行った。たくみちゃん、ネジ切れた。見にくいわ、画面が。という、そんなあなたにおすすめなのが、このカメラブロック。このカメラブロックは、実はここら辺に適当にこうやってピッてピッペタってへばりつけると、 F ボタンを押せば、この車をこの角度から映してくれるという優れもの。いや、ほんとか。そんなことできるわけないよ、ダニー。できるんだよ、それがジェニー。まあ見ててくれって。よし、行くよ。さあ、たくみちゃん、いや、たくみちゃん、あんま怒らせたらあかんと思うな。俺、たくみちゃん、あんま怒らせたらあかん思うぞ。いや、来るんちゃう、たくみちゃん、怒るんちゃうか。おこっちくんのやめろ、おこっちくんのやめろって。おら、たくみちゃん怒った。あー、たくみちゃん怒って破片飛んだ、画面変わった。そう、そこで F ボタン。ほーら、見たか、ジェニー。っていうか、どうせやったら牽引してみる、一回。牽引っていうのはね、実はこれ、ひっつけられるっていう話をしたと思うんですけど、こうやってほら、こうやってひっつけられる。お前ら、たくみちゃん怒らん。たくみ、行きまーす。みんな、もうあと1個のとこまで来た。なんかこいつがね、もう やる気ない。おい、じゃあ行くよ。おい、行きまーす。じゃあ撃ちます、ショット。はい、いや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 、たくみちゃんの活躍によってなんとかクリアできましたね。ちなみにこのカメラモードでこうやって動かすとね、ぬるりと動くね。ぬるりぬるり動いて戻んねん、こうやってね。こういう風なね、カメラ設定っていう感じですね。ちなみに F ボタンを押すとまた戻すことができます。どこにあるのかわからないですけどね。さあ、ということで次のゾーンいきますよ。はい。なんですそれ。それなんです。デストロイ 80% のモニュメントか。ああ、なるほどね。これら全部をってことな。ただこのハリケーンがありますよってことか。これって答えなんやろ。これを避けていけってことかな。まあ、真ん中までバーぶつかっていって大爆発っていうのは一つ手としてはあるけど、大爆発するにもやな。ちょっとな、考えなあかんな。大爆発を真ん中でさせる術を考えてみようか、じゃあ。っていうかさ、どうせやったらさ、これ、たくみちゃん運んでいってみる？たくみちゃん運びする？そうしようか。一回じゃあ、たくみちゃん運んでみようか。たくみちゃんのね、この前の部分をね、重心が二つやから、めっちゃ強いやん、あのハリケーン。やっぱ牛持ち上がってる。持ち上がんのか、これ。吹き飛ばされるんじゃなくて。
ここをうまく捉えて、はい、ペタッとね、これで運べるはずやねんけどな、俺の予想が正しければ。 OK、 来た、あ、いい感じ、だからこれたくみちゃんを真ん中で爆破させれば勝てるんちゃう、これ思うやけどな。一回これ持っていってみる。さあ、いけるかな、真ん中まで運び切ることができるかな。なんかもう下のとこガバガバなってきてるよ、たくみちゃんたくみちゃん下ガバガバなってきてるね。おし、行くよたくみちゃん、たくみちゃんここまで行ってくれ、なんとか。おし、たくみちゃん、オッケー、たくみちゃんある程度真ん中まで来た、ある程度たくみちゃん真ん中まで来た。まあ、ここはもう俺離すしかない、オッケー。なんで下のとこだけ抜けてるんす。そんな作りでしたっけ。うわー、びっくりした。これどう、たくみちゃんの破片で潰せ。うわ、全然無理や。だから実際どうやってクリアさせたいんやろな。まあ、考えられる選択肢としては上から行くか、もう下で避けていくかやねんけど。一回じゃあキャピタンでやってみて。一回キャピタンでやってみるよ。キャピタン、行きまーす。オッケー。よし。じゃあ行くよ。キャピタンで、よ、これキャピタンの重みとかでもダメかな。まあ、キャピタン別に重くはないねんけど。俺何度も行けたら話早いねんけどな。あれ？キャピタン？キャピタン行って、早く。ほら。あ、行けるな。キャピタン軽く上上がれるんちゃう、こうやって。キャピタン、キャピタン、キャピタン、おお、お、あの台風って壊れるわけじゃない。ああ、なるほどね、上に浮かされるんだ。おお、あ、でもあれ、ちょっと待って、こうやってキャピタンでいけそうやぞ。うお、キャピタン、キャピタン、おお、ナイスキャピタン。今のキャピタンアタック見た？今のキャピタンアタックやばいな。すげえ、なるほど、これ浮力がかかるんだ。あ、それはそれで面白いかもしれない。これ利用してクリアしろっていう意味なんかもしれんな。今後もしかしたら出てくるかもしれんしね、この台風。ちょっとキャピタンで行ける限り行ってみよう。あ、クリアした、キャピタンクリアしちゃった。いや、でもすごかったね、この台風、これ。まあ、さらっとクリアしちゃったんだけど、これ面白いわ。うわ、キャピタンまだ浮かされるやん。はい、キャピタンがひたすらもてあそばれてるんで。なんで、次のゾーンに行きたいと思います。はーい、行きましょう。お、今日サクサク来てんちゃう今日。は？え、なになになにこれ。今まで見たことない感じやな、これ。お？え、どういうこと、どういうこと、これを何すんの、はてなはてなはてなやねんけど。ちょ、キャピタン行ってこい、その謎なものは行ってこい。キャピタン、何これ、どうすんの、何するんすこれ。お、潰れへんのかこれ。お、潰れへん、これ何これ、回せってこと、もしかして。うわ、回せってことや、めっちゃ細かいっすやん、これ。これ回せって？どないして？っていうかあれやね、みんながワイワイがこう喋ってる言葉の中で一番好きなフレーズってなんなんやろね。なんかあのコメントでよく見るにはね、何々してますやんっていうコメントをよくあの拾い上げられてるのをよく見るんですけどね。でもまあもし何か好きな言葉があればね、ええ、と言ってね、どうでもいいことを喋る。いや、ちゃうね、もうクリアできんねん。これも俺の予想が正しければ全然クリアできんねん、このキリンちゃんで。あ、キリンちゃんってこれ車の名前ね、もう決まってんねん、もうキリンちゃんって決まってんねん。もうこれで俺十分だと思うんだけどな。これまあ見てて、クリアしてみてるから、これここに引っ付けたらしまいやと思うよ、これ。はい。キリンちゃん、キリンちゃん。おい、ったキリンちゃん攻めた、キリンちゃん攻める、おー、キリンちゃん攻めた、キリンちゃん頑張れ、キリンちゃん頑張れ、キリンちゃんもうちょっと、キリンちゃんもうちょっと、みんな応援してあげて、キリンちゃん頑張れ、キリンちゃん頑張れ、もうちょっとそこやって、そこやって、キリンちゃん、キリンちゃんそこそこそこって、どっち回すねんこれ、どっち回したらええねん、これわからんわ、どっち回したらええかが。いけキリンちゃん、頑張れキリンちゃん、うわくそ。休憩、いやキリンちゃんにも休憩が必要やから、さすがにそんなずっと やりっぱなしてるわけにいかへんよ、キリンちゃんも。よし、いけキリンちゃん、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 
強引にいったキリンちゃん。おお、いいねキリンちゃん、熱いよキリンちゃん、いい、君来てるよ。え、じゃあどうしたらいいん？キリンちゃんで無理とかも、そんな人間の及ぶ範囲ではないやろ。じゃあもう積んだわ、そんなんやったらキリンちゃんの頑張りがもう効かへん、もう積んだ。ちょっと待って、キリンちゃん、キリンちゃんまさかこういうこと言ってる？いやだ、キリンちゃんが今俺に言ってきたんよ、こうしてみ、耳一回言うて。これなんか分からへんねん、これ井戸のいいっていう字ね、なんか井戸のいいっていう字だけ日本語表記でさ、ここにこれあんねんけど、もしかしたらキリンちゃんはここでなんかこれくっつけたとして、こうやってなんかここら辺でこれくっつけられへん、こうやってこれでやれって言ってる、キリンちゃん。ほんま？やってみる。じゃあキリンちゃんがそこまで言うやって、やってみようか。あ、何？固定しろって、キリンちゃん。もう早言うてや、言うてくれ、分かれ。そんなん絶対言うてくれ、分かれへんなあ。そうだ、キリンちゃんそれ誤差言葉足らずやわ。ちょ、キリンちゃん要求がシビアすぎるって、きつい。お、いた。激しいな、キリンちゃん。よーぼ、キリンちゃん、でも回ってんちゃう、俺何もしてへんもん。あ、そういうこと？キリンちゃん、はよ言うてや、そんなん。いや、ちゃうやん、自分が前にそんな買うた服の色どうとか話してんちゃう。あ、ごめん。あ、ごめんね、みんな、ちゃうで。今、キリンちゃんが言ってることやっと分かって。キリンちゃんが言ってることは、至ってシンプルなことを言ってて、キリンちゃんは。実はね。あ、ちょっとみんなに分からへんと思うから、ワイワイがキリンちゃんの言ってることを説明するっていう感覚やけど、今は。改善させる必要ないってさ、キリンちゃんが言うには。こうしたらいいんだってさ。うん。これで、デカップラーっていうので、これ、まあ、分離させる？これ、J ボタン、J ボタンね。ほんだら、キリンちゃんは、俺、うまいことさせてみせるから、って言ってるから。ほんだらもう、キリンちゃんの言うとりするわ、俺は。よし、行くよ。ここ、ひっつけるやろ、キリンちゃん。これでいいの、キリンちゃん。これでいいねやんな。ほんで、J で外す。そう。これでキリンちゃんは、ここで、プロペラを起動しろって言ってる。キリンちゃん、おい、なんて、あー、はい、あー、ごめん、早言えってだから、お前、そん時に言えってだから、あー、なるほどね、ちゃう、キリンちゃんは今、この重力をかかりすぎやから、もうちょっと軽くして、で、ここにさらにこのプロペラつけんねんけど、このプロペラもさらにちょっといじくって、早く回転させるようにしろって、ほんだら、キリンちゃんからしたら、あ、ちょっと待って、俺、新しく見たけど、オートマチックって何やん、リバースとかある。あー、そんなんが選べるんだ。まあいいわ。とりあえずキリンちゃんが言ってんのはそういうことじゃないから。んで、ここに粘着ピストンひっつけて、これで大丈夫らしい、キリンちゃんが言うには。そう、早い言うてくれな、キリンちゃん。そんな分かりっこないもん。そん時に言うてや、それは。ここひっつけて、キリンちゃんが言うにはひっつけて、もうこの時点でプロペラ回しとけ。あー、そう、もっといいの。あー、そう。わかった。ほんなもうこうするわ。ここ片方だけ。え？いや、キリンちゃん、それは悪い。いや、そこまでさせ、いや、キリンちゃん悪い。それはそこまでさせたくない、俺は。ほんま？お、もう、そういや、もう、ほんだらもう悪いな。やるわ、じゃあ。いや、キリンちゃんが今ね、すごいこと言ってくれて、俺に。ちょっともういいよって、俺は犠牲になるから、つって。じゃあ、キリンちゃんが言ってこって、ちょっとやるわな、みんな。もうほんま、ごめんな、キリンちゃん。なんか、俺、そこまでさせたかなかったんやけど、キリンちゃんに。これ、キリンちゃん、ひっつけるやんか。ほんで、これで、分離しろって。これでキリンちゃんの頭でもて遊んでもいいよって。キリンちゃんほんま優しいな。キリンちゃんできた。キリンちゃん2016春神戸コレクション特別バージョン。なんかこういうさ、敵スターフォックス64っていうゲームでなかったっけ。まあいいか、おし、いくよー。このキリンちゃんはね、キリンちゃんの盾の意志で、まあ、ちょっと特殊なね、形状を持ってるの。ほんで、キリンちゃん自体がまずこう、まずくっつけてもらって、キリンちゃんに。そう。おい、いける？キリンちゃん。オッケー！くっつけたな。まあ、くっつけたら、こっからキリンちゃんが面白くって、これ離して、まずキリンちゃんが離して、キリンちゃん。オッケー。で、ここで、キリンちゃんはちょっと、そう。まず、上に行かす。で、横に行かす。あれ無理か？これを繰り返して、上に行かす、横に行かす。そうで、下に行かす。あれ下に行かす、横に行かす、上に行かす、横に行かす、下に行かす。そう
そう。おお、いいぞキリンちゃん、いいぞキリンちゃん、慣れてきた。キリンちゃん取るの息が慣れてきた。なんで全然クリアせえへんねん。どういうことやねんこれ。ん、なんかほんまに、ほんまに何も反応せえへんやった。ん、どういうこと、どういうこと、なんであかんの、なんであかんの。もう一回やってみて、ちょっと。お、いった。おあれあれ、今回はいった。今回はいく。オッケーオッケー、キリンちゃん頑張れ。もうちょっとキリンちゃん、もうちょっとキリンちゃん頑張れ。キリンちゃんオッケー、よくやったキリンちゃん。あれ、最初なんであかんかったんやろ。その理屈わからへんけど、ほんでこのハテナって何やってんやろな、結局。はい、ということで、本日はここまでクリアしましたね。ゾーン26までクリアしました。まああと27、28とあって、最後、33まであるみたい。ただ今回はね、ちょっと紹介したいものが別であって、ちょっと違うところでご紹介します。はい、ではこちらでね、ご紹介したいと思うんですけれども、まあここサンドボックスっていうマップでね、あのいつもサムネイルとか撮ってるのはここなんですけどね。で、何をご紹介するかっていうと、前から投石機作りたい作りたいって言って作れてなかったよね。で、新しくちょっとね、あの作ってみました。クリアとはまた別で、でこれをちょっと一回ね、飛ばしてみたいと思うんですよ。まあ説明もしながらね、ちょっと飛ばしていきたいなと。まあ今回今のワイワイの全力はこれぐらいですっていうのをちょっとご紹介しようと思ってね。よし、じゃあ飛ばしてみるよ。3、2、1、いけ。ほら結構飛んだくない。まあ、僕やってるだけでも非常に面白いんですけどね。こういろいろこう、なんていうんだろう、速さ、抑揚をつけたりしてね、上に飛ばしたりとか、こうやってね、上に飛ばしたりとか、まあそういうことももちろんできるんですけども、まあ、どういった仕組みでこれを作ったかっていうと、単純にバネだけではなくてね、面白いなと思ったのが、まずこれピンっていうもの、ちょっと画面ごめんね、下手くそで。このピンが下に固定されるものだから、ガチって下にしてくれる、固定される。これも教えてくれてる人いっぱいいましたね。で、あとは、まあ、この留め具でね、留めてるんですけど、何を工夫したかっていうと、ここの部分で、実はこれね、TNT の爆弾、これちょっとね、あのスキン変えてみて、これスキン変えたらね、丸なんですよ、これ。で、ボールやねんけど、その、こうボールをくっつけるものとして、グリッパーを使ってる。そのグリッパーの手前が大事で、ここにワイワイ、あれを設けてるのよ、ピストンを。で、ピストンをね、動かしてみると、ちょっとほら、引っ張られんねん、こう。こうピストンを動かすことによって伸びるからさ、前に。だからこうバネが引っ張る力が強くなって、さらにこの前にこう行く力が強くなるっていう。まあこれでね、今回は、まあ、こういった投石機をね、作ることができました。まあ石ではないけれどもね、これ結構自信があるんでご紹介したかったんですよね。さあ、ということでいかがだったでしょうか。まあトルビーランドがな、もうあとワールドゾーンあと7つぐらいになってるかというふうに思います。まあ次回でね、あのワールドもクリアできればなというふうに思ってます。またご視聴いただければ幸いです。ご視聴ありがとうございました。